久保さん。なんかね、チャンネル登録、もう本当にちょっとですけど、なんかね、ちょっと伸びてますね。<laughs> ちょっとだけ。もう本当に毎回、毎月ちょっとずつですけど。<laughs> 何なんでしょうね。チャンネル登録しろって言って、チャンネル解除しろって言ってるんですけどね。で、今回は、えっ、ー、と、パソコンの運ですね。パソコンの運にしましょう。久保さん、あの、Windows のパソコンが壊れまして、今日。 起動しなくなってね。で、まあ、早速、あの、中分解して、まあ、あの、5年ぐらい掃除してなかったんですよ。で、いつかしよう、いつかしようって、先延ばしにしてて、で、まあ、起動しなくなって、まあ、とりあえず、まあ、掃除してみようと思って開けたんですよ、中。そしたらもう、めちゃくちゃ汚くて、ホコリがね。グラフィックボードの、グラフィックボードのファンとかめちゃめちゃ凄かったですね、汚くて。全部きれいに掃除して、で、やったんですけど、起動しなくて、終わったなと思って。 で、さっき起動したら、起動したんですよ。おお、起動した、復活したと思ったら、あのー、全く反応しないっていう。起動はしたんだけど、あの反応しないっていうね。<laughs> ちょっと様子見てみますけど。起動はしました。か画面出てきて、時計も出てるんですよ。だけど、カーソルも出てこないし、あのパスワードを入力できる項目も出てこないし、何も反応しないっていうね。で時計もね、出てるんだけど、動いてないっていうね。<laughs> そう。で、早速なんですけど、 あの、なんだ。まあ、それを今、インスタのストーリー投稿とかに全部あげて、あの、結構笑いをとってます。<laughs> 壊れたと思って起動しました。起動したと思ったけど動いてない。みたいな、このストーリーですね。で、あとね、あの、昔、僕も、あの、このパソコンを買う前に、パソコンぶっ壊れてるんですよ。で、その、まあ、同じ症状なんですね。まあ、デルのパソコンなんだけども、あの、黄色信号、あの、あ、オレンジの、 ランプがついてでオレンジのランプをつく,つくっていうのはなんかその電源系統になんか異常が出てるみたいな信号なんですけどもまあこのパソコンが昔のパソコン壊れてもう5年ぐらい経つんですよだからまあ電源系統がもうあのダメなのかなっていうんでまあその当時ねそのぶっ壊れた時に、まあ、すぐ動画撮ったんですよだから出るの,のオレンジ信号がついた、まあ、まあそキーワード意識して で、それ一応3000回とか4000回回してるんですよ。だからすぐね、あの、ぶっ壊れたらすぐ動画撮りましたね。すぐ。<laughs> アクセス稼げるぞ、みたいなね。<laughs> パソコン壊れてもアクセスは稼ぎに行くっていうね。そう。だからなんすかね、まあ、結局ピンチなんだけど、チャンスっていうか。 でもね、まあ、パソコンもそろそろかえ、Windows、でもね、Windows そんな今使ってないんで、買い替えようかなとは思ってたんですけど、まあ、そんなに必要性にかられてないので、でも変えようかなと思ってた時期に壊れたんで、まあ、まだ、まあ、一応、電源まだ落としてないんで、一応付けっぱなしですね。うん。まあ、ずっと一応、時計は表示されてるんですけど、その時計も動いてないですけど。<laughs> ただ、これで電源落としたら、もう一回再起するのかっていうところで、怖くて、とりあえず様子見てるんですけど。 何が言いたいのかっていうと、まあ、ピンチはチャンスですよと。ピンチはチャンスなんだけども、ピンチをピンチのままで終わらすのか、ピンチをチャンスに変えるのかは、それは自分次第ですよって話ですね。うん、久保さんは少なくともピンチをチャンスに変えましたよね。マージャン店、ピンチだったんですよね。マージャン店が黒字でうわふわいってる時に、あのネットの塾入ったわけじゃなくて、マージャン店赤字でや,やばいと。このままやばいぞっていう時のピンチをチャンスに変えたっていうね。 だピンチはね、人生を変える一つの大きな転換期なんですよ。まあ、パソコンもぶっ壊れたら、まあ、新品に変える転換期じゃないですか。さすがにパソコンないと。まあでも、こっちのパソコンなくても、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど。でも、なかったらないでちょっと不便なんで。うん。でも、パソコンって壊れないと買い替えないですよね。まあ、もちろん、壊れなくても買い替えますけどね。まあ、このメインの、僕、メインで使ってるのこっちなんで、こっちは買い替えますけど、壊れなくても。うん。 だからなまあ、なんか大きく大きく転換するときって本当に失ったときとかピンチ本当にピンチなときっていうのがそこで僕は転換しない変えない行動しないんであったらそれはまあ何も変わんないでしょうねピンチのままでしょうね久保さんがマージャン店でああ給料どうしようああやばいなでそこから何もアクションしないなんか新しい模索しない方法模索しないんだったら まあ本当に終わり終わ、終わってたでしょうね。で、今の生活なんか絶対ないでしょうね。久保さん無理ですよね。多分何もあの時アクションしてなかったら、今の一軒家もないだろうし、家族もないだろうし、うん。まあ、まあ、物好きの女性がいてね、借金まみれで、麻雀店のおっさんで借金まみれで、もう、あの、路頭に困ってても、結構、いや、久保哲郎さん、私ついてきますっていう物好きの女性がいたらね、ついてきてくれるかもしれないですけど、まあ、きついですよね、多分 なんかね、僕の知ってる先輩で、あのー、なんかあのーけ、その先輩はね、今、土方やってるんですよ。で、その、うーん、その、結婚式パーティー、あの、なんだ、婚活パーティーみたいなとこになんか、なんか誘われていったらしいんですよね。で、まあ、みんなその女性は結婚相手を探しに来てるわけですよ。で、まあ、その、お仕事何やられてるんですかみたいな。 で、その先輩、土方やってるんですけど、あの、あ、建設です。へえ、建設なんですね、と。で、ちなみに建設は何ですかみたいに聞かれて、あの、現場ですって言ったらしいですよ。<laughs> そしたらね、<laughs> さーってさ、もう、ものの見事にさーってみんな女性が去ってったらしいですよ。で、それ先輩が笑い話で、まあ、話してくれたんですけど、すごいっすね。<laughs> めちゃくちゃ面白かったですけどね。なんかすげえわんない。なんか、面白い話で話してくれたんですけど。その先輩面白いんですよ。なんかその土方で、その <laughs>、指、指ないんですよ。で、事故で、事故で、その、なんかその鉄筋かなんかが落ちてきて、指がバーンっていっちゃったらしいんですね。で、一応労災というかね、まあ、仕事でその指失っちゃったんで、あの、保険が降りて500万ぐらい降りてきたらしいんですけど、ね、指一歩失ったから。指ないんですけど、 そうであの、その500万をギャンブルで全部使い果たすっていうね。<laughs> なかなかファンキーな先輩がいるんですけど、めっちゃ面白いんですけど。<laughs> そうまあ、最近会ってないな、もう3、4年会ってないですけどね。うん。そう。まあだからねあの、お金って大事だと思いますよ。ピンチをチャンスに変えないと。うん、ピンチのままですよ。いってらっしゃい。